ークの皆さんご認定おめでとうございます。本日ですけれども、今日はですね、私あの実は世田谷の等々力に住んでいるんですが、その等々力でですね、すげえうまいお店あるんですよ。で、なんと今日そのシェフがですね、すべて教えますというふうにおっしゃっていただけて、まあ、今日これからちょっと動画を通してたくさん勉強させていただこうと思っています。お店の名前はですね、ピッツェリアイルソーノスコーレベンティドゥエさん。まずピザをですね、めちゃくちゃうまいんですよ、本当に。なんでそのピザ生地からの仕込みを教えていただくというところで、ちょっとまずシェフをご紹介させていただこうと思います。はじめまして、ピッツェリアイルソーノスコーレベンティドゥエの、山田と申します。よろしくお願いします。今日は楽しい機会を関さんにいただいてですね、いろいろこうご紹介できるということで非常に楽しみにしております。出し惜しみは全くしませんので、はい、あの関さんにも覚えて帰っていただいてたくさんの方々にはその美味しさの秘訣とかも伝えたいっていうのと、やっぱりこう我々やっぱり商売してるわけじゃないですか。やっぱりこう商売をしっかりこう食材を通してこうなんか商売も伝えられたらななんていうふうにも思っていて、はい、はい、まあ、その点もね、あの、はい、ご期待ということでよろしくお願いします。ぜひお願いします。お願いします。はい、まず、手先の仕込みから、はい、はい、ご紹介したいと思います。はい。まずですね、はい、これ浄水なんですけど、はいはい、出した時の温度ってすごい不安定なんで、はいはい、安定させるために下がるところまで。なるほどなるほど、そうですね。はい。水道管の中の温度の話をされてるってことですね。はい。これ仕込み表ですね。データ表です。はい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 。これに、全部、はい、その日の最高気温、最低気温、出ている時の温度、ぐらいの温度と湿度、あとはこの今測った水温と、これになった時の生地の温度も全部記録しておきます。なるほど。はいはいはい、はい。その温度を調整することによって、はい、そのまあ、全部季節によって違うんですけど、あの発酵する時間とか、うんうん、例えば生地のセラーから出すタイミングとかを、こう、分かりやすくする。なるほど、まあ、もちろん必ず同じ風になることは絶対ないんですけど、はいはいはい、なるべくブレが少ないように、失敗がないように、はいはい、なるべく細かくデータを取る、はい、生イースト、あ、ドライじゃなくて生の方がイーストの香りが柔らかいと僕は思う、ドライよりは。生イースト和食では全く使ったことなかったですね3g。 イーストは常温なんですか？いやいや、冷蔵に。冷蔵ですよね。はい。次は、まあ、氷とお水を測るんですけど、はいはい、まあ、この量に対してお水の量はもう決まってますので、うん、このグラム数に対して、まあ、60% は水分を。なるほど、ね、はい、なるほど、ね。これは人によって多分違うと思いますけど、はい、大体今の時期だと24度前後。なるほど。上がりの温度を目指してやってるんで。ほんと、でも料理って、食べるの一瞬じゃないですか。そうですね。作るのめっちゃ大変じゃないですか。本当ですよ。これなんか私もやってたと思うんですけれども。はい。まあ、本当に、仕込みが9割ですからね。そうですよね。3キロに対して 1.8。単純にグラムなんで、これだと。なるほど。これで入れて話して、粉の量に対して、のパーセンテージなんでしょう、はい。お塩これどんなの使われてるんですか。これはですね、シママースっていう。シママース。はい、沖縄の塩なんですけど。はいはいはい。結構粒子粗い。そうですね。はい。ね、いい質問です。はい。まあ修行時代からその塩を使ってた。ああ。まあいろんな塩試したんですけど。一番使いやすい。うん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 、本当に完璧に溶かすんですね。はい。おお。やば、こっちとかですか。でっか。これが使えられました。変えられるんですか。
回します。はい。タイマーセットします。あ、もう12分って決まってるんですか？11分半です。11分半で。今はこの時間ということです。はい、これは、仕上がりの具合を見て、はいはいはい、このマーカーという調整をします。へぇー。季節の変わり目が一番、はい、大変で、どん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 生地の状態が変わっていくんで、はい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 、今はもう暑い時期で一定してるんですけど、ある程度、これでいいってなってます、うんうんうん、まあ、これはもう、仕上がった生地を少しずつ見ながら。わーお、すごいなぁ。だんだん合わさっていく。もうどん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 まとまってきますね。これで今どのくらいのなんていうんですかピザの枚数が焼けるんですか？26枚ですね。26枚。はい。かわいいですね。こうやってなってるんですね。かわいいんですよ。で、ちょっとここで一回焼けて、はい、待ってください。生地がついちゃってる。ああ、なるほど。ペッパーで。ここで落として。これどうしたの？ああ、農園の方が、紹介して、はいはい、高橋農園さんって言いました。はいはい、はい。この時の畑で、おお、あ、そうなんですか。で、朝取りとかしなくて、その一番いい状態。え、そんな、おいしそう。はい、いいだな。使う分だけ持ってきていただけるんですか？しかもそれがさっき取れたばっかりって。今取ってきた。すごいっすね。すごいすごいすごい。もう、なんか、弾力が出てきてる感じします。そうですね。小麦粉はもう普通の小麦粉って言ったらあれですね。僕2種類今混ぜた。イタリアの、はい、ナポリピザ用の小麦粉と、はい、あとフランスパン用の小麦粉が、はい、2種類ブレンドしてますね。イタリアのナポリピッピザ用の小麦粉っていうのがあるんですか？あるんですよ。へ、まあ、もちろんいっぱい種類はあるんですけど、はいはいはい、その中から、まあ、いろいろサンプルもらって、いろいろブレンドして作ってデータ取って、はいはい、オープンした時よりも、今レシピは、ちょっとこれも変えてレシピも変えて、はい、もう2年ぐらい同じピザ使ってたんで、うんうんうん、少し、もう少しレベルアップしたいなと思って。なるほど。それで、でまあ、今までは結構もっとつるっとなるまで、はいはいはい、こねてたんですけど、今回生地変えた中で、このレシピだとあまりこねないっていうところもっちりしてて、これでちょっと休ませますね。濡れタオルを、あ、ここで、はい、乾かないで、これで温度、なるほど、これが上がりっていうところなんですね。そうです、上がりの温度を測るってことですね。ちょっとこれで休ませます。どのくらい休ませるんですか？10分から15分です。10分から15分。はい。まあ今までずっと実際にこねられてたので。はいはいはい、そうか。ちょっと休ませてあげて。落ち着かせてあげるって。ああ。生地も生きてるってことですね。そうですね。22.3 度、やっぱ予想よりは低いね。あ、これちょっと休ませてる間に、はい、釜をちょっと仕上げますね。釜を仕上げる、そうですね、要するに釜ってじゃあ薪入れたらすぐ焼けるわけじゃなくて、あ、はい、そうなんですね、温度を温めなきゃいけないんですね。はい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 、で閉店するときはこれ今燃えてるやつを全部燃やし尽くして、はいはい、蓋を閉めて保温して帰るんですけど、まあ、それでもやっぱり温度は下がってしまうので、はい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 、僕の場合は本当に釜の炉焼の中心温度が520度ぐらいになる、520度、はい、僕は約そのぐらいになるようにセッティングするので、まあ、今の時期だと夏なんで、うんうん、まあ、大体焼き始める2時間ぐらい前から火を入れ始めて、はいはいはい、オープンの2時間ぐらい前から火を入れて温めて、はいはいはい、で
まあ、もちろん520度、まあ、600度とか650度ぐらいの多分なってると思うんですけど、はい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 、そこまでいったら、まあ、要するに釜をあのピザを焼ける状態に、うんうんうん、まあ、釜の中を掃除するっていう作業です。で、僕なんかお店初めて来させていただけた時に、はい、ライブ感のある、はい、このカウンターでピザが、はい、お料理が仕上がって、はい、っていうのがなんかすごくかっこいいなと、お店作りで、はい、こういうカウンターの仕事がすごい好きやん。はい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 、はい、いやー、いいっすね。僕もやっぱりこうカウンターメインのお店作りで全店舗やってるので、はい、うん、そうですね。はい、なんか常にやっぱりこうお客様に自分たちは見られているっていう意識があると、はい、やっぱりきちんとした仕事になってくるんじゃないですか。そうですね、本当そう思います。身だしなみもそうですし、そうですね、うん、かっこいいね。なんかこのカーラーを使ってる時の山田さんもめっちゃかっこいい。この薪はどちらの薪使われてるんですか。毎週火曜日運んできてもらうので、はあはあ、なので、まあ、材料は奈良材です、ね、奈良材、はい、うん、チップが杉のチップ杉のチップ、はい、を使ってます。まあ、長さとかもいろいろ選べるんですけど、はいはいはい、6尺っていう長さで。お、釜が超綺麗になっちゃう。これをさらにブラシで掃除します。こんな感じでやってらっしゃったんですね。こういう風になって作られてると思うとなんかより一層ですね。このでも釜もやっぱりもちろん全部特注というか、そうです、山宮釜戸さんという日本橋にあるんですけど、はあはあ、山宮さんという職人さんが、はい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 、この場で組んでくれたものですね、全部、サイズとかもここに合わせて設計されて、はい、で最後の仕上げで塩を入れます。もともと釜に塩味をつけてた。なるほど、そういう意味でやってるんですね。なんか確かに僕山田さんのピザをいただいた時に生地がしっかりこう塩によって生かされているというか、はい、なんかもちもちとかって結構いろいろあるじゃないですか、はい、ただでもしっかりとこう下味がしてある生地というか、なんて言ったらいいんだろう、こう生地の裏に塩味がつくんです。はいはいはい、やっぱこう食べた時に咀嚼した時に、はい、そうですね、塩分を感じる、はい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 、インパクトはやっぱ強くあります、ね、はいはいはい、これでカバー仕上がりました。かっこいいなぁ。すいません。なんかつるんとしましたね。もう一回ちょっと返して。でここから はい、計量して、成形して。はい、この木の板状の中に入れていきます。それは普通お水ですか。それは水です、うん、これはもう乾燥防ぐため、うん、185g が一番 185g、 はいはい、これを、わー、うわ、かわいいっす。すごっ。ここからもう、あとで、調整しています。緊張するなぁ。うわぁ、なんかその、かわいいっすね。だいたい22から4ぐらいの間、今だと24度ぐらいがちょうどいいですね。あ、
グラムの調整なんです。はい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 。今200もうちょっと早いですね。185になったらもうちょっと185 185グラムですね。ぴったりですね。すごいな。なるほど、ぴったり185にする。そうです。前まではちょっとプラスマイナス1ぐらいはいいって思ってやってたんですけど、はいはいはい、新しく記事にするときに、はい、やっぱりちょっとそのデータの部分ですよね。うわ、はい、変わっちゃうってことですね。そう、変わるんじゃないかなと思って、はい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 、ちゃんとしようと思って。すごい細かいっすね。山本さんやっぱ A 型ですか？僕 B 型ですね。あ、そうなんですね。仕事してるときたまに本当に A 型ですかって言われるんですね。いや、ものすごくきちんと。いや、僕を知ってる人がこれ見たら大爆笑しますよ。そしたらこれを丸めてこんな感じで見ますね。はい。あらら、なんだこれ。今丸めてるんですか。この大理石みたいなのはやっぱりいいんですか。そうですね。一番いいですね。もう打ち粉とか全くこの時点ではしないんですね。この時点ではしないですね。焼くときだけです。うーん、逆に打ち粉しちゃうとこれ成形しづらくなっちゃう。あ、そうなんですか。滑って。なんか今セミ鳴いてました。今セミ鳴いてました。店内ですか？外っすよね。外のあの窓からですよ。薪にいる可能性とかあるんですか？そうですね。天然の薪ですもんね、言っても。薪屋さんが運んできてる。何県なんですかあれ？ここでしょうね。奈良の木って言ってましたね。奈良祭なんですか？まあ、多分いろんなところが撮ってると思います。はあ、はあははあ、それを多分3ヶ月ぐらい乾燥させたやつを持ってきます。はあはあはあ。まあ薪の状態も毎回水分量とかも、うんうんうん、違う。そこら辺のアナログな感じも面白い。うん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 。かける量とかも、まあその都度というか季節とか。あ、によって。これ一日熟成させるので、はい、この生地は次の日使うんでね。なるほどなるほど。はい、でその時に、はい、じゃあどのぐらい生地が乾いちゃってるかとか、水分がどのぐらいもう残っちゃってるか、はあはあはあ、で、じゃあ次の日はこのぐらい水をかけるとか、48時間熟成って、いや24時間にしてますね。24時間熟成、はい、48時間やったんですよ。はい、あ、はいはい。ちょっと生地のレシピを変えてから。ああ、なるほどですね。24時間の方が僕が求める感じになるな。はい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 。こういう風な感じでやられてる。ああ、面白いな。24時間熟成庫で。熟成庫で。うわー。おお。めっちゃ熱いっすね。めっちゃ熱いっすね。うわー、めっちゃ熱い。これもうね、本当に言葉が出ないぐらいにうまい。本気うまいぞこれ。